大人気のレゴマリオシリーズのルイージのセットが国内外のレゴ公式より世界同時にアナウンスされました。商品名はルイージと冒険の始まりスターターセット。皆さんこんにちは、ディースケです。レゴスーパーマリオシリーズにルイージが仲間入りします。全世界に先駆けて2021年の7月10日に日本で先行販売されることが発表されました。対象年齢は6歳以上、ピース数は280になっています。このセットにはコースを作るためのいろいろなレゴブロックやゲームに登場するキャラクターのフィギュアが入っています。それでは具体的にパッケージを見ながら一体どんなセットになるのか見ていきたいと思います。まずルイージ本体ですね。見た目はマリオにそっくりですが、頬のあたりが少し変わっていてルイージにより似てきてますね。ディスプレイに表示されているものもなんか新しいのが追加されていますね。例えばこのヨッシーなんですが、形は変わらないんですけども、今回はピンク色のヨッシーになっていて、今回新しいアクションとしてヨッシーが敵を食べるようなそんなアクションが増えているのかもしれませんね。箱のここの部分にマリオと一緒に遊べるというような表記がされているので、ここに関してはマリオとリンクして2人揃わないとできないようなアクションなんかが準備されているのかもしれませんね。そして今回初登場のブンブンなんですけども、かなりよくできていると思います。ちょっと頭のところが真四角なのは気になるんですけども、すごくよくできていると思いますし、よく見ると手の部分がオールジョイントでつながっているので、ゲームの中でよくブンブンがやる仕草である、こう手をねこうブン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 回す、そんな動きを自由にできるのかなって思います。いやー、やっとルイージ来たかって思いますし、今回ねマリオシリーズをすでにもう持っていて楽しんでる方ももちろん、これからレゴマリオシリーズを始めたいっていう方もなんかこう手に取ってもらいやすいスターターセットになってるのかなって思います。7月がめちゃくちゃ待ち遠しいですし、全国のレゴストアやレゴ商品を取り扱いしている店舗、もしくはオンラインショップで予約を受け付けているらしいので、もう欲しい方はぜひ予約してみてください。いかがでしたでしょうか。やっとマリオに続きルイージが登場ってところなんですが、この後もねレゴ公式からね他のセットの情報なんかもどんどんと、公開されていくと思うので、このチャンネルで随時情報をお届けしていけるようしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちください。